何が原因でうまくいかなかったのか、ぜひ発見してみてください。皆さんこんにちは。今回は演奏を仕上げていくときに大切な間違えるための練習についてお話しします。この動画のタイトルをご覧になってくださった方、もしかすると間違えないための練習じゃないのと思われたのではないでしょうか。実はこの間違えるための練習はとても大切で、皆さんの演奏を仕上げる最後のピースを見つけてくれますよ。演奏会や発表会などどのような場面でも人前で弾くために仕上げていきますが、最後の一歩が上がらないって感じることありませんか？僕は何度もあります。あと一歩だっていう感覚があるのに、なかなかそれを登れないというもどかしい感覚ですよね。それを解消し、その最後の一歩を登るための方法がこの練習法です。方法は3つあります。 1. テンポを上げる、 2. ルバートを多用する、 3. ディナミックを変化させるです。この練習方法の目的は、自分自身ご自身の限界を見極めるということです。テンポの限界、音楽の流れの限界、強弱の限界、これらを知ることで自分自身ご自身の中でコントロールすることができるようになってきます。またご自身の限界値を少しずつ押し上げていくということにもつながっていきますよ。では一つずつやってみましょう。まずは1のテンポを上げるについてです。例えばバッハの平均律、クラビア曲集第1巻の第15番に都庁長の風化があります。僕はこの曲を普天四分音符60というテンポで弾きたいと考えています。この基準として設定したテンポから、あえて速くして間違えるためのテンポで練習します。では僕は4メモリほど上げて、72で練習してみようと思います。というように当然間違えるところが出てくるのですが、間違えるところにこそ皆さんが上手くなるヒントが隠されています。今の僕なら、僕はこの左手の親指の動きが少しスムーズにいかなかった。なのでこれを改善したらきっともっと上手くなれるということがここでわかるわけですね。ぜひご自身の演奏を振り返りながら、何が原因でうまくいかなかったのか、ぜひ発見してみてください。続いて2のルバートを多用するです。これは主に音楽の流れをコントロールすることが目的です。普段僕はこんな感じで弾いています。という普段弾いているよりもたっぷりとルバート伸び縮み速くなったりゆっくりなったりしながら練習します。やってみましょう。はい、というようにこれでも当然、こういうとこが難しいなとか、ここでこんな風に前に進んだらいいんじゃないかとか、その音楽の流れの中で自分が難しく感じるところっていうのをきっと発見できるはずです。そういったところにこそ仕上げに至る最後のピースが隠れています。ぜひご自身の演奏から発見してみてくださいね。最後は3、ディナミックを変化させるです。例えばベートーベンの熱情ソナタのように強弱の変化が大変大きい
作品があります。これを強弱を正反対にして練習します。これ簡単そうに思えるかもしれませんが、実はかなり難しいです。これによってご自身の強弱のコントロールを磨いていくということにつながっていきます。まとめです。間違えるための練習、ぜひ仕上げの最後の一つのピースを見つけるためにやってみてください。1テンポを上げる、2ルバートを多用する、3ディナミックを変化させる。演奏を仕上げるためにこれら3つの練習方法についてお話をしてきました。これらはすべて自分自身の限界点を探るための練習方法です。そしてその限界値を少しずつ押し上げるということにもつながる練習です。よかったら皆さんもぜひやってみてください。それでは